こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはロックソング。綺麗なスタートを切りました。ラビニア・フォンタナ前に行きそうです。エンペラー・ジョーンズそれに続いています。さらにはティーバー・ゴルフ・ローズ7番ロックソング、その後ろスピンガイドブック後方から。それでは先頭から先手を取ったのはシェル・ハイツ、そして大きく離れてラビニア・フォンタナ、この位置です。その隣にディリック・ファンタジー、内からはロックソング、先頭は依然としてシェル・ハイツ、まだ粘っています。2番手はラビニア・フォンタナ、3番手に桜爆心王、絶好の手応え。大外から緑の帽子桜爆心王伸びてきた。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭は桜爆心王、差は3馬身、後続の手応えもいい、これは強い。2番手はラビニア・フォンタナ、桜爆心王、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました桜爆心王。1着2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました桜爆心王。まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アランタ、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。アルサイクロン前に行きそうです。カランバそれに続いています。さらにはサンドプリムラ、4番サンライトエイム、その後ろメイクキス、どうやら後方からの競馬。では前の方から先手を取ったのはアルサイクロン、では前の方から先手を取ったのはアルサイクロン、並んで1番ミュージックシンデレラ、すぐ後ろにボラス、その外からエイティメーカー、その後ろにカランバ、好位置をキープしています。シアマゾン、その隣にミリオンベッド、アウトオブパイロット、すぐ後ろ、その外にサンドプリムラ、エスタラ、すぐ後ろ、並んで2番ウィンドインハーヘア、エターナルレーブ、この馬もこのグループ。すぐ隣にバランシーン、しんがりからクリムゾンチャーリー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはミリオンベッド、すぐ後ろにミュージックシンデレラ、さらにはボラス、並んで6番アルサイクロン、エイティメーカー、すぐ後ろ、これに続いてエスタラ、並んで7番カランバ、サンライトエイム、この馬もこのグループ。ウィンドインハーヘア、すぐ後ろ、すぐ後ろにアウトオブパイロット、オレンジの帽子サンドプリムラ、その後ろ、すぐ後ろにメイクキス。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。この辺りで先頭が変わりました。ボラス、2番手はミリオンベッド、エスタラ、3番手シアマゾン、 B1 です。さあここからどうか。ボラス先頭、差はほとんどありません。2番手はシアマゾン、先頭を捉えるか。あと 200m、 先頭はシアマゾン、ボラス頑張れるか。シアマゾン先頭、2番手はバランシーン、シアマゾン1着、シアマゾン完勝、シアマゾン1着、2着はバランシーン。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたシアマゾン。まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。
先頭はダンシングサーパス、ダンシングサーパス先頭、あと 200m ダンシングサーパス先頭だ。残り 100m 東海ジャパンさらに突き放します。2番手はフレームハリケーン、東海ジャパン1着、東海ジャパン完勝、東海ジャパン1着、2着はフレームハリケーン、これは桁外れの強さだ。東海ジャパン。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭変わりました。先頭は藤山健山、ウィッシュドリーム抜けた。リーゼンシュラーク追いすがります。ウィッシュドリーム、ウィッシュドリーム1着、2着にはどうやらバラードタワー、勝ったのはウィッシュドリーム、マイネルエスケープ完敗です。着外に沈みました。